とうございます。自己紹介しとくか。じゃあ皆さん、いつもの私のキャッチフレーズ一緒にやってくれますか。いいですか。私がゆらへの思いはって言ったら、ゆらがないって言ってくださいね。いきますよ。瀬戸内の波に乗って、ゆらーゆらーやってきました。ゆらへの思いはゆらがない。ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。イエーイ。ゆらがない金管マイクっていうのが私のキャッチフレーズでございます。皆さんぜひ覚えてください。お願いします。エアドリンクじゃないよ、金管だよ。それでは皆さん、何しようか。今日時間あるからな。ヘルパーありがとう。質問タイムでもしとく。なんか初見の方が多いから、つみさんとか私のこと全然知らないと思うから、なんか質問タイムでもしようかな。質問答えます。こんにちは。七並べでユラオスとキャッチフレーズ、そう、それは収録したんで知ってます。ペット飼ってるよ。ワンちゃん飼ってます。ミニチュアダックスフンド。これなんか声みたいです。ありがとう。こんにちは。ありがとうございます。今質問にしとこうか。ステロップ変えるね。結婚相手は何歳差でもいいです。私は一番仲いいメンバーは誰ですか。他のグループでだったら HKT のさやまるかな。今日はレッスンなかったよ。あ、配信ははつみさんってことかな。ありがとう。今年の夏にしたいこと、海花火したいですね。まいちゃんから電話なかったよ。犬の愛はラッキーです。こんばんは。今日この顔文字はちょっとね、長いから文字数制限でできなかった。こんにちは。千穂ちゃんは自分のことを呼び捨てで呼ぶんですか。知らない。ツインってそう昨日やってたの。そう、さやまるのお姉ちゃんだから。私頭に乗せたい魚。どういう質問やねん。今日も髪型しないかな。はー、はつみさんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。こっちの家キョンキョンは今日はいないです。作り笑顔そう、 HKT48 のババちゃんです。じいさんありがとう。海派。熱中症気をつけて。皆さんも気をつけてくださいね。ハオダーン。待って、これコメントだけにしよう。はつみさんありがとうございます。あ、同い年生まれですね。お、今日はつみさんがいっぱいいらっしゃる。ありがとうございます。 ST48 ドリフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。プール、スライダーの方が好きです。アバターは、いや、どっちでもいいよ。あの、すごい作っていただいて、すごい可愛くって、すごい嬉しいんですけど、あの、新規の方とかもね、入りやすいように、あの、別に、あの、強制するつもりはなくって。全然48グループで一番のおじめ、矢吹奈子さんが好きです。
今日も暑いですよ。電気代水道代わかんないな。リンジありがとう。気になってちょっと行ってみます。お、ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。質問してください。いっぱい和村さんがいてここはどうかって、まあそうですね。最後にプール行ったのはいつだろう。高校生かな。なんかもう私プールよりも海とか川の方が好きで、なんか自然な方が、だからそっちに行くことの方が多いんですよね。プールよりもディズニー大好きだよ。ナイトプール行ってみたいけど、なんかちょっと場違い感すごそう。おー、はじめまして、ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よかった、服見せて。まあ、今日はこんな感じです。でもこれ着てます。七並べはよくやってる時間帯は、でも私暇な時あれば、昨日の夜もしてたしやってます。基本5分おきにやってるので、5時5分5時10分5時15分みたいな感じで5分おきにやると当たりやすいです。私と青木ちゃん、ついに劇場 NCT48 劇場で語っちゃったんですね。ドラフト生5人を変な人順に並べてみて。どうだろう。おきちゃん、まいちゃん、アイポン、そら、デニムの短パンですよ。夏っぽいね。男が好きな服分かってない。これでも小学生の時に買ったやつで、久しぶりに着たんですよ。もう普段でこれ着てたら結構 やばい人じゃないですか。自分は入れない。自分は分かんない。 iPhone はまともなわけではないけど好きじゃん。ありがとう。多分これ小学校の時に買ったやつだと思う。私が怖い惑星は木星です。シティの中で一番の釣り師は岩田ひなさんじゃないですか。一番変わってそうで、そんなことないよね、みんな。あ、そう、 iPhone はそう、その通り天然だけどしっかりしてる。身長変わってるよ、全然。こんにちは。マイキュー、ユラ、オキ、 iPhone、 空の順が正解。まあ空が一番まともなのは間違いないですね。身長は154.8 とか。ゆらしーマイキュー呼びですね。それは好きじゃけめっちゃ言うよ。バーストしちゃったって感じですね。私より変な子いっぱいいるよ。なんでSTUに入ろうと思ったの。まあ私自身が広島出身なので、地元で活動できるのがいいなって思って。小学生の時の服がね、まだ着れるんですよ。岩田稲さんは多分ね、すごい釣られそう。めっちゃ ウィンクして。初見さん、ありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。髪伸ばしてるっていうか、まあ、切ってないだけですね。仕事戻る。お仕事頑張って。スペシャルムービーとかわかんないんだよね。つってつって握手会来てください。岩田ひなさんの握手は並んでみたいんですよね。自分も女の自分でもね、絶対釣られると思う。どんなロケーションで、瀬戸内海でね、撮ってもらいたいですね。初見さん、
ことだ。ありがとうございます。 ST48 大学研究生のゆらりんことゆらくりです。はつみさんって初見さんのことをはつみさんって読むんですよ。飛躍申し用意しないとだね。くまさん派、たこさん派、ごまちゃん派。くまさんかごまちゃんかな。私とひなさんどこ全然似てないよ。グラビアやってみたいですか。うん、やってみたいというか、お仕事できたら何でもやりたいですね。よろしいって呼ぼう。マイキューじゃマイキュー。キャッチフレーズ考えるのに時間どれくらいかかった。あんまりかかんなかったかな。両手恋人つなぎでツインテールで好きなぞって聞かれました。そんなん好きやわ、そんなん好きやわ。なんでアニメ声な、こういう声なんですよね。瀬戸内の名所で一番行ってみたい。あ、私あそこに行きたいんですよ。瀬戸越の PV のところに行きたい。歌が上手いだよね。あ、ありがとうございます。テンタイム。今他のメンバーより頑張ってることは何ですか。でもまあ今は舞ちゃんとおきちゃんがもう選抜に入ってるので、なんというか、まあ、私は前に出る機会も今は少ないですし、そういったところでは皆さんに見えないところでやってる努力の方が多いですね。そりゃ二人の方が頑張ってるに間違いないですよ、選抜だから。ゆらりんの方言聞きたい。じゃあなんていう言葉を方言で言ったらいいか言って。こういう言葉言ってほしいなみたいな、セリフ言ってほしいなみたいな。ソラとユアリン2人同時に本人登場してびっくりした。あ、そう、一緒にやってたりするからね。ユア珍しいですね。サイン書くの早くなった。割と早くなった。なんで明かり一文字じゃなくてリムつけて明かりっていうの。この私の明かりの字はユリの字なんですよ。てか、あの画数で決めたので、私の字は難しい字なんですよね。こんにちは。あ、水色好きなんで嬉しかったです。写真集出すとしたらどこ行きたいですか。え、やっぱ本当にあそこに行きたいんですよ。私、瀬戸内の声の PV のところに行きたい。たまに真面目、いつも真面目じゃ。はつみさんありがとうございます。 STU48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。押してもいいですか、同じ広島人として。押してください、押してください。腰はもう全然大丈夫です。痛くなったらまた行くけど。りょうぴょんありがとう。聖地巡礼したいですね。そう、ゆりのりなんですよ、あかりのりは。後ろの変わった山へ行ないです。そう、公演はね、基本セカンドの選抜で回してるからね。そうなんですよ。たまにブラックユラリン出るよね。ほんと今日 T シャツじゃないです。今日はちゃんとした私服です。こんにちは。会いたかったの東大行きます。すごい。あれどこにあるんですか。私も行ってみたい。どこくすぐられると弱いですか。脇腹、脇腹とか弱いよ、めっちゃ。自分にご褒美あげるときはお寿司か焼肉。てか基本外食どこがいいって言ったらお寿司か焼肉しか言わないですね。私も私の姉も。千葉なんだあれ。そうなんだ。船できたらユーリンがしらさんの女神。船ね、できてほしいな、めっちゃ本当に。千葉県なんだあれ。じゃんけんのユニット決めてまい。そう、魚か肉って感じですね。タイギー、タイギーっていうのは広島弁で、あのめんどくさいとかそういった意味ですね。もうタイギー系いいわみたいな感じで言ったりする。めっちゃ使いますよ、広島人は。
お寿司何皿、7皿いったらいい方かなみたいな。予算推しの人たちにゆららって呼んでるけどって感じ。パフォーマンス見てからお好み焼き食べるのがもう綺麗、嬉しい嬉しい嬉しい。おしゃれではなくない、おしゃれではないと思う。全然なんていうか、やっぱ STA でおしゃれって言ったらコッコさんとかかなって思う。ハルルンさんとかもおしゃれだよね。メールの返信くれた、嬉しい。握手の時初めて喋ったメンバーいる、初めて喋ったメンバーって STU ですか。え、でもえ、もう全員喋ったことあるから。宿題大義、そうそう、そんな感じ。あ、今日そう自然光がね、ちょっと開けてきましょうか自然光。基本あんまり一日中カーテン閉めてる人なので自然光をね開けることがあんまりないんですよね。開けてきたよ。いやもうじゃんけん、いやソロで行こうかなと思ってて。取るか取らないか迷ってる。取ってくださいぜひ。あ、まだ私のパフォーマンス見たことない。そうかそうか、そうだよね。一人焼肉できない、行ってみたい。スポーツ、ダンス、ヤインのアバター欲しい。そう、作ってくださったんですよ。あ、そう、今ドラマやってますよね、この世界の片隅にって。あれ確かクレの話だった気がする。焼肉行きたい。鉄年齢より大人っぽい中身だよね。本当ですか、イエーイ。結構ハマってるからどないしようか。もっとハマって。あ、関西でもそうなんだ、大義って使うんだね。てか中四国ぐらいだと思ってた。四国は使わないか、中国地方は割と使うのかと思ってたけど、関西でも使うの。一番好きなネタ、焼肉はハラミっていうのとか、あとはホルモンも好き。回転寿司はネギトロ、ネギトロしか食べない。お寿司ずるい、あかりも連れてっていいな。カラオケのお箱、何歌うっけ。あ、でも松田聖子さんとかよく歌うな。 Don't kiss me baby You have never been I don't have more pain You don't have me again。 好きなんですよ、スイートメモリー。焼肉は友達と行くときは食べ放題、家族で行くときは個人で。一番低い声でおいって言ってみて、おい。サーモン好きだよ。アンジュまでやるの決めてない。好きなスポーツ、ダンス。大阪では大義を使うの、そうなんか。え、もうネギトロがほとんど、7皿食べるか食べないかぐらいなんですよ、いつもお寿司に行ったら。そのうち半分はネギトロ。そう、質問コーナーです。バンされちゃうからあんま歌えないんだけどね。デザート頼む派、絶対頼む。ホルモン好きなんですよ。そうなの。私の周り結構好きな人多いよ、ホルモン。韓国の、あれか、サンチュにくるんで食べるやつは全然好きよ。映画か、なかなか食べないな。燃えゼリフ嫌だ、しない。
マグロタン推し。私の友達は一緒によく行く子はサーモンが好きでサーモンしか頼まないんですよね。弟くんの真似、弟くんの真似。何を喋るかな。やだ言わない。焼肉はなんか甘辛ダレみたいなのが好き。待ってよ。寂しがり屋ですよね。はい。縁が好きなメンバー、誰だろう。なんて呼ばれてるの。弟から。バラバラ。私の体はそう、ネギトロと干し梅出てきてる。干し梅めっちゃ好きなんですよ。でも最近買ってないけどな。節約節約で何も買ってない。お菓子とか本当にお菓子買ってないわ。全然節約で本当に。久しぶり。ジョジョエンサラダ。あ、私が買い占めちゃったからかな。そう、好きなの。ローソンのジョジョエンサラダがすごい好きなんです。海、絶対海。一期生と奇跡遭遇したこと、あるよ。ももさんとかは普通にやってたら普通に当たりました。あかりんさんとは一斉の腕でやったかな。寂しがり屋の程度は、そう、一人で寝るときは基本寂しいから iPhone のお家によく行きます。そうすると iPhone から待機帰れって言われます。好きって言葉最高さ。あ、のんちゃんさんか。いや、お前とは言われないね。私はファンと遭遇したことは、あ、でもドラフト候補生時代に普通に広島の街を歩いてたら、いつもショールーム見てますって声かけられて、あっと思って。まだ名前も公表してない110番でショールームやってる時に見てますって言われて、おーってなった。よく知ってますねって言われた。普通にびっくりした。メンバーで街で会ったりメンバーに街でバッタリ会ったりする。めっちゃしますよ。超します。レッスン終わりとか大体もうなんか、あみたいな、こんにちはこんにちはこんにちはって感じで。広島弁でド S なセリフしてください。こっち見てんじゃねえよ。だってこれ広島弁じゃなかった。広島弁じゃなかった。全然恥ずかしい。いや、マニアックですよね。だってまだ名前も公表してない時によく分かったなと思って。逆に、そう、しかもその時私 T シャツになんかデニムみたいな超適当な格好してて、ちょっと可愛い格好しとけばよかったって思う。みつきさんとはね、そう、あれですね、イコラブの山本アンナちゃんと3人で会うことが多いですね。 ST のメンバーに会いたいから広島に。いやいや、ウケる。でも広島いいとこですよ。住みやすいですよ。めっちゃモノマネ何が得意。しんちゃん石あげる。カスカベ望遠隊。ぼーちゃんです。お好み焼きとご飯食べれます。あ、そばらい食べれるよ。そばらいっていうのはお好み焼きの中にお米が入ってるお好み焼きがあるんですよ。そばとライスでそばらいって言うんですけど。あんちゃん夏休みで帰ってきて会えそう。どうかな。あんちゃんがさ、多分忙しいから全然広島にね帰ってこれないから。くし会で言われて嬉しいことは、嬉しいこと、好きって言ってくれたら嬉しいですよ。あ、名前変えてくれた、ありがとう。あざといピカチュウ、普通のピカチュウできるけど、あざといかどうかは分かんない。ビガビガピカチュウビガビガって。
そば来。でもそば来の方が多分先ですよ絶対。もっとしている動画で言って、おお、ありがとうございます。なんだろう、広島ボランティアさん、うわー、ありがとうございます。本当に暑くないですか、大丈夫ですか。今本当にね大変なことになってるんで、ピカチュウ初めさん、ありがとうございます。 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。よろしくお願いします。32度で涼しく感じる。もうさ、あれだよね、感覚狂っちゃうよね。本当に暑い最近。暑いの嫌いじゃないけどさ、冷たいところに行きたくなる。そう、特技は広島風お好み焼きを焼くことです。仕事に集中しよう。よろしく。 AKB グループで一番好きなメンバーは矢吹奈子さんが好きですね。矢吹奈子さんはずっと前から応援してます。でもなんか普通に握手会に行くと控え室とかで指原さんだったり峯岸さんだったりこう普通に通るから、あ、私すごいところに来たなってめっちゃ思いますもんね、握手会。お好み焼きおかずにご飯って思った、え、私はしないけど、でもする人はいるよ全然水風呂入んない。パルトにそっくりなギャルママいてケル、それパルトさんに言ってみてください。苦手なことは何ですか。苦手なことはいっぱいあるけど、早起きですかね。ユーラシア大陸は好きです。どういう質問ですか。そう、メンバーになったんだなってめっちゃ思う。通り抜け方式って何ですか。横流し前髪たまにするかも。あれは髪がボサボサの時にあるんですよ。あと虫ですね。そうだね、地元での武勇伝なんだろう。地元での武勇伝はなんだろう。特にそんな目立ったことはしてないかな。海でビーチバレーしたことない。水風船合戦はしたけど、これが普通の声なんですよ本当に。サッシーと岡田奈々ちゃんどっちですか。究極の質問。お姉さんだったらサッシーさんかな。岡田奈々さんはもう私の中で岡田奈々さんっていうあれでいてほしいので。今までで一番やっちまったことなんだろう。今までで一番やっちまったことは制服のままで川に入ったこと。青汁の CM 来たふりして、青汁飲むふりして、普通のお茶しかないんだけど、普通のお茶でならできるよ。おいしいなんだこりゃ。待ってよ、ご飯派パン派ご飯麺派。あ、麺派。得意料理オムライス。デコ出しって何ですか。何ですかね。世界でしたことあるよ、弟とした。めっちゃ楽しかったよ。一日に何回パニックりますか。5回ぐらい。やめたくてもやめられないもの、なんだろう。やめたくてもやめられないもの、 iPhone のお家に行くことですかね。ユラリンの声は疲労回復に効果あるよ。終わり終わり。横流し前髪、確かに曲のタイトルっぽい。
バイトゆえに全然見えない。やだ。なんか制服着たまま友達となんか暑いねってなって放課後に遊んでて、川行こうよってなってそのまま川に入ったっていうあの大事ですね。48グループで一番好きな曲は少女たちよですね。ペヤングのちょ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 、あ、見た、それコンビニで。そう、この間夜な夜なまいちゃんと一緒にあの油そばが食べたくなって油そばのカップ麺を買いに行ったんですよ、まいちゃんと。その時に見ました。でも二人とも結果あの一つ丸々食べきれなくって気分悪くなりました。夜に食べた。カッパエビせんって言ってほしかったね。ショートカットじゃない、割と。でもなんかあの切ってないから伸びてるっていう感じですね。伸ばしてるっていうか、肘にあざがこれかな、こうドントルックバックのタンタンタンで肘ついて起き上がるところから大人っぽいって言われるのと若いって言われるのどっちがいい。基本なんかあの幼いって言われることが多いから最近ちょっと大人っぽく見えるように頑張ってます。皮綺麗なんだろう、綺麗なのかな。初見さんありがとうございます。 STU48 ドルト研究生のイラリンことイラカリです。最近の暇つぶしはもうもっぱら七並べですね。最近サッカー見に行けてない。部屋に行った時に iPhone の大義を聞いて思うことはごめんねって。油そば重いよね。そう、カップラーメンあるんだよ油そばね。私大好きなの本当。アイカブはね一応入れてるのは入れてます。昨日の前髪流し良かったね。あーなんかね、でも賛否両論ですね。賛否両論か。初めて来た、ありがとうございます。 STU48 ドラス研究生のゆらりんことゆらあかりです。ドラさん全体で一番ライバルだと思う子は、あんまりなんかダメですね。私のダメなところはあんまりライバル視してないんですよね。でもまあお決まりは私の中でこうやっぱ私より一歩先に進んでる感じだからいつか追いつきたいなっていうのはありますよ。リバーの STU48 って始まるやつ言ってほしい。 STU48 フォローしたよ、ありがとうございます。七並べっていう STU48 の七並べっていうあの STU がやってるアプリがあって、あのメンバーも本人がやってるので本人と対戦することができるっていうアプリがあるんですよ、 STU の。一日入れ替われるとしたらなこちゃんと岡田奈々ちゃんどっち。岡田奈々さんですかね。そのはちゃんは可愛いよお母さん、お母さんレベルだからね。私 AKB 以外で好きなので私ハロプロさんめっちゃ好きですよ。ダウンロードしてください。ぜひ推しメンをゆらあかりで登録お願いします。着火し J リーグ好きだから、お私もサンフレユニフォーム着て配信したりとかよくしてます。七並べに必勝法ないよ。だって私も4位しかないもん。どうやったら透明なコーラができるんですか。あ、知ってる、透明なコーラあるよね。何でもさ、な思うの、最近の飲み物って何でも透明にしたらさいいと思ってるよね。いいけど買うけど買うけどすごいよね、なんかあれ透明なのに。キヨニありがとう。坂道さん大好きですよ。生まれも広島です。素敵ハロプロより STU だな。おー嬉しいです、ありがとうございます。私ハロプロさんもすごく大好きなので握手会でハロプロさんの話することとかもめっちゃ多いですよ。ハロプロだったらジュースジュースが好きです。出た、透明だからゼロ範囲、ゼロゼロゼロカロリー。質問配信の時いつも来れない。またやりますね。
逆にファンになんか一つ質問してみて。あなたにとって理想のアイドル像は何ですか？透明な水って商品が出てくる。水はいつも透明だけどね。今度話そうよ。ジュースさん大好き。坂道さんも大好きですよ。私もあの欅坂さんとか普通によく聞く歌、あのマイアンさんのアナザースカイも見たしね。ここが私のアナザースカイってね言いたいですね。道重さゆみさん一生懸命。そう、私もなんというかこう好きなタイプはとか言われても、好きなアイドルのタイプはとか理想のアイドル像はって言われても、まあるっちゃあるけど、でも私は基本好きになった子が好きなので、バラバラなんですよ。私が好きなアイドルも結構秋元康先生はですね、私ドラフト会議の最終審査の時しか会ったことないんですよね。あえて会わない存在か自分にとってない、あでも分かるっちゃ分かるな、そういう手の届かない存在っていうか憧れの存在っていうね。そう、私 DD なんですよ基本。そこの歌詞好きだよ。成績が悪いのかそんなに気に入らないですか。好きな俳優さん私あんまり分かんないだよね。竹野内豊さんはすごく好きですよ。最近のあの俳優さんとかよく分かんなくって、だから話ついていけないんですよね本当。竹野内豊さんはずっと好きですよ。好きになる子の顔が似てると言われる、あなんかだから好みの系統があるんでしょうね。他のメンバーの握手に行くの嫉妬しちゃいますか？寂しいと思っちゃうねやっぱり。癖が強い、癖が強い、もう iPhone の口癖ですね。癖が強いが、ゆらちゃんの癖が。暗闇で寝るタイプ、明るいとこでも全然寝れます。私のアバターの入手方法私もよくわからんじゃんね。好きな芸人さんもあんま疎いからな私。誰が好きだろう私芸人さん。あ、博多華丸大吉さん好きです。今度アクスが来るってめっちゃ嘘言うやん。よく言われる何々っぽいってある？私何々っぽいですか？何っぽいってですか？私のとこにも来てくれたらいいけど、でもなんかやっぱ寂しいなって思っちゃう。 STU の1期生で仲良しのメンバーはいっぱいいるけど、門田桃奈さんとかあーちゃんさんも最近仲良くしてくださるし、そう美月さんもだし、ココさんもですし、カノンさんもいじってきてくれるし、なんというかもう基本みんな仲いいので、サッキーさんも仲いいですし、なんかめっちゃ仲良くなりました棋聖さんと。大好き本当に、優しくて。お父さんにするならアキピーと竹野内豊さん。どっちもなんかお父さんの存在ではあってほしくないですね。私のパパはパパが一番ですね。顔が好み嬉しい。
ドラツ研究生ではゆらちゃんが暫定トップ。嬉しい、ありがとうございます。まゆなさん写真撮ってもらったよ一回。そう、私博多にも住んでたので。みーちゃんさんももう大好き。あの一番最初に連絡先を交換した一期生さんで、みーちゃんさんはもう彼女にしたいんですよ。私はみーちゃんさんを。パパのどこが好き？もうめっちゃ真面目なところ。あんちゃんはそうですね、まあ家族みたいな感じですかね。広島行ったことないんだけど、もう王道で言ったら宮島があれですね。あとは鞆の浦とか尾道とかもおすすめです。あかり同盟で活動することにも、あ、一昨日ぐらいにあかりんさんとダブルあかりで写真を撮りました。パルトさんめっちゃ仲良しだよ、大好き。マイキューはもう本当になんか、そうだね、すごく会ってない時は連絡取り合うし、今何してるのとか聞き合うし、ファンはメンバーに似るっていうから、ゆら推し DJ になる可能性。やめてやめて。一緒に住んでみたいメンバーっている？え、でもまあ一番一緒になんて言うんだろう、住みやすそうだなって思うのはまいちゃんかな、仲がいいから。カップ観戦行きたい、私も連れてってよ。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。マイキーは彼女だね多分。私が彼氏役に回ることはなかなかないんだけどね。もう STU に入ってからもうみんなが可愛すぎて、みんなを彼女にしたすぎてやばいです。今日もよかった。そう、私ハロプロさん推しの方も結構来てくださるんですよ。握手でめっちゃひたすらハロプロさんについて語る握手もあります。本当に私初見のこと初めて読むんですよ。こんばんは、ゆらさん不足です。おお、会いに来てください。東京オリンピックまでの目標は、私がオリンピックに出るわけではないけど、でもやっぱり STU の選抜には入れるようになりたいな。いつからアイドル目指してましたか？中1からですかね。サッカー、私めっちゃね、エリスト最近全然行けてないから行きたいな。彼女にするのはユミリンとマイちゃんどっち？マイちゃんかな。ユミリンさんはなんか、なんというか、マイちゃんはもう毎日のように一緒にいるから、ユミリンさんはなんかもう私にとって高嶺の花すぎてって感じですね。そう、セカンドね握手取ったのにって声いただいて、うん、9月までユラとの握手の予定ない。長い。アイドルになってから服のセンス変わった？全く変わんないですね。七並べ以外にやりたいトランプゲームってある？あ、大富豪大好きですね。体柔らかいよ。あ、初見さんありがとうございます。 ST48 ドラツ研究生のゆらりんことゆらあかりです。どうして規制受けなかったの？まあ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 、いろいろあるんです。いろいろありました。暑いね。舞ちゃんと初めて会った時の印象、私の中で、最終審査では、いや、なんて言うんだろう、二次審査でショールーム審査が始まって、ショールーム見るじゃないですか。何番の子が人気とか、何番の子が可愛いとか。それで矢作萌香ちゃんと安藤千佳乃ちゃんと舞ちゃんは3人でショールームトップだったから、その3人がずっとトップを取ってたから、この3人が。だから見てみたいなと思って、最終審査の時に萌香ちゃんとかちかなちゃんとかまいちゃんを見た時に、あー、やっぱりなんかショールームで上位なだけあって可愛いなってめっちゃ思いましたね。特にまいちゃんはめっちゃ思った。あの子ショールームでも可愛いけど、実物も本当に可愛かったってママに言いましたもんね。
私服はその手が多いの。うん、でもバラバラだよね割と。マイケルって一言で言うとどんな子？真面目、頑張り屋さん。8月11日までいっぱいショールーム見に来てください。ゆらりんに会いたい、今すぐに会いに来てください。いろいろとは深く聞かないでください。まるさん、はつみさん、ありがとうございます。 ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらかりです。ログインボーナス。おきちゃんはいろいろと持ってる子って思いますね。歌はまいちゃん、ありがとうございます。初夏真面目に学園出たいですね。誰が美人ですか？ドラさんで。美人って言ったら平田椎名ちゃんがパッて思い浮かぶかな。ドラさんだったら美人は椎名ちゃん、可愛いはさやまるって感じ。なんかスタイルもいいし背も高かったから、まいちゃんはすごいオーラあったよ。フォーテートグループの夏曲で一番好きなのは、タン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 タランタンタンタタンタンタンタランタンタンタタンタンタンタランタンタンタタン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 。真夏の寒く。でも真夏を好きだけど、ポニシュシュも王道で好きだよ。あとスイカベイビー好き。 ST のドラさんって癖が強いですよね。なんかめっちゃ言われるんだけど、ユラさんとオギが好きだよ。ありがとう。セクシーナンバーワン。あ、溝淵マリアちゃん、めっちゃめっちゃいいですよ、溝淵マリアちゃん。そう、さやまるちゃんは可愛かった。初めてのマニさん読んでもらえるのかな。ごめんさまも好きよ。ごめんねさま。でも本当に椎名ちゃんは本当にドラフトの時からめっちゃ綺麗な子がいるなって思って見てた。イメージ違うね、舞ちゃんは。マリリンのセクシーさはやばいですよ。ドラさんのはゆらちゃんの配信を見てるの。おお、嬉しい、ありがとう。カラオケ配信したいね。ニューシップもね、 ST のための歌って言っていいぐらいめっちゃ ST にぴったりな歌詞だよね。溝口愛子と溝淵マリアちゃんです。ブチです。癖が強い。でも空もめっちゃ癖強いし、言ったらアイポもめっちゃ癖強いですからね。知ったらまともなのは私ぐらいですかね。あ、初音さんなの本当に。しんなちゃんに伝えとこう。嬉しい、伝えてくださいぜひ。そう、私は佐藤しおりちゃんとも仲が良かったんですけど、ドラフトの時に佐藤しおりちゃんがめっちゃしんなちゃんのことを言ってましたね。